オタク、オタク、オタク、オタクとは、1970年代に日本で誕生した故障であり、大衆文化の愛好者を指す。元来は、漫画、アニメアイドル SF、特撮、女優、パソコンコンピュータゲームクイズ、仇、鉄道、格闘技などの中でも思考性の強い趣味や、玩具の愛好者の一部が認証として、オタクと呼び合っていたことをおやゆする意味から派生した。 術語でバブル系危機に一般的に知られ始めた。その頃はオタク族、オタッキー、オタッカーと呼ばれた。明確な定義があるわけではなく、現在はより広い領域のファンを包括しており、その実態は一様ではない。英語ではディーク、ディーク、ナード、ナードという語があり、しばしばマスメディアなどでは安易に訳語として当てられたりしていることも見られるが、どちらも オタクとは著しく重ならない部分がある。ギークには、サブカルチャーは含まれず、ナードはステレオタイプ、性格に対する別称である。そのためもあり、21世紀頃から、日本語発音をそのまま、ラテン文字転写した、オタクも広く通用し始めるようになった。何某かの分野に熱中、没頭している人物を指して、その分野を窃盗師として、オタクと呼ぶ、自称する場合がある。 口実。オタクとは何かという定義は未だに確立していない。その時々により、また論者によりその言葉が意味するものが一定ではない。俗には、萌えや秋葉系といったキーワードと強く結びつけられることがある。自称的には、ある趣味、事物には深い関心を持つが、多分野の知識や社会性に欠けている人物として説明される。 オタクという言葉はもともとに認証として使われる言葉であり、1980年代のアニメ SF ファンの一部の間でも使われていた。オタクという語はしばしば漫画やアニメーション、ゲームなどと強く結びつけられ理解される傾向にあるが、鉄道マニアやカメラマニア、SF ファンや電子工作ファン、アイドルオタクやオーディオファン、あるいは勉強しか取り得のないガリ弁などまでイメージさせる語であった。 1983年に中森明夫が漫画ぶりっ子のコラムでコミックマーケットに集まる集団をこの頃やたら目につく世紀末的うじゃうじゃネクラマニア、少年たちや友達にオタクラサーなんて呼びかけてるのってキモいと思わないと表し彼らをオタクと命名すると別称名詞としてもちいい以後アニメ SF ファンはオタクを辞任するようになった。 自社の定義にあるような否定的な人物像は、アニメ SF ファンによって自重的な自己像として語られていたものである。この言葉は、アニメ SF ファンだけに限らず、普通とはみなされない趣味を持つ人、社交性や専攻する趣味以外の常識に欠ける人に対しても使われるようになった。特に一般の流行から剥離した趣味であればあるほど、また、一般社会人、特に女性が、 理解が困難な趣味のオタクは、現在でも、嘲笑や、差別の対象になるケースが多い。オタクは、広い意味を持つ言葉となったため、オタクとその文化を最低にする試みはたびたび、行われてきた。評論家の岡田敏夫はオタク文化を、創作作品の職人芸を楽しむ文化として、捉えていた。精神科医の斉藤玉樹はセクシュアリティがオタクの本質であり、 二次元コンプレックスを持つのがオタクだとした。哲学者の東博はサブカルチャーとの結びつきを重視した。1989年に東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件がセンセーショナルに取り上げられ、犯人がビデオの収集家だったことからメディアに拡大解釈、歪曲されて拡散され、オタクは犯罪を起こす危険人物である。 というネガティブキャンペーンが代々的になされた。現在もオタクを否定的に捉える人々はこの事件にまつわる報道に影響を受けている場合が多い。またフリーライターとして活動していたタクハジローがオタク評論家と自称し、まるで精神異常者のような扱い、タク本人も狂人を演じていたでテレビ番組などに多数出演したことも オタクは趣味に没頭しすぎて精神が破綻した、狂人、異常者というレッテルが貼られた大きな要因となっている。岡田によれば、1990年代頃からは、否定的な意味は薄れ、肯定的に用いられるようにもなったという。何かの趣味に強いこだわりを持つ人物という意味でも、使われる。この意味では、こだわりの対象に対して、所得や余暇時間のほとんどを費やす。 消費性をたくと、自分の趣味を周りに広めたい、創造活動をしたいと考える、心理性をクとに分類され、古くは、建物や水教者ともいい、建や水教ではないといった、慣用句は、本来は、制御と趣味の違いを指したものである。いわゆる制業としての糧を得るために物事に、没頭や陶酔するのと、趣味で没頭や陶酔することを分け隔てて考えていた。 その他に、構図家や、物狂いなどがあり、現在では、愛好家とされるが、物狂いや水教からの転用で、教や、基地外など乱暴な言い回しがある。強い興味や関心を持つという点でオタクは、マニア、知識人、学者とあまり変わらない。社会通念上、あるいは評価者が、個人的に許容しにくい趣味、外見的な要望や、行動様式の場合、偏見を込め否定的に、 オタクと呼ばれ、好意的に表現する際にはマニアと呼ばれるという意見も見られる。外して作品などについて評論などを行い、それが社会に受容されていれば、知識人、評論家名乗ることも可能だが、オタクは消費のみにとどまる。用語としては私的な場面で用いられる二人称継承、オタク様イコールあなた様であり、もともと山の手言葉としては一般的であった。 いわゆるオタクシミ社が互いを指して二人称継承として使っている例は1980年頃の彼らを描いた作品中にすでに見られる。中森明夫が漫画ぶりっ子、白夜書房史上で1983年6月号から全3回にわたって連載したコラム、オタクの研究において中学生ぐらいのガキがコミケとかアニメ大会とかで友達に タクラサーなんて呼びかけてるのってキモいと思わないこの頃やたら目につく世紀末的うじゃうじゃネクラマニア、少年たちをオタクと名付けると、その人間類型をオタクと呼ぶことが提案された。この文章は当時の読者から猛反発を買うことになり、同志の編集者であった大塚英治との間で論争が繰り広げられた。最終的に中森は大塚により、 本市から弾劾さされれ永久追放されることになる。この苦断の背景については、法天ンス・エンドウ、エンドウ・サトルの近代プログラマの U 単行本 P52 によれば、最近では、略求人広告にまで使われている。この言葉は、元はといえば、私の仲間らで、かれこれ7年ほども前に使い始めたものなのだ。この間の事情は、当時防止に連載された、オタクの研究に、 詳しいとあり、雑誌掲載が1989年10月号、単行本が1991年間なので、文中の7年ほども前は1983年頃のことである中森や遠藤らによる東京大人クラブ関係者の内輪の用語から発したものとの説を取る。1 9 8九年発行の別冊宝島1 0号、お宅の本では中森が僕が オタクの名付け親になった事情というタイトルで寄稿しており、オタクの名付け親は中森による事象でもある。なお、長山康夫、戦後 SF 事件史日本的創造力の70年では、日本 SF ファンダムの父である、芝野匠が年齢や立場の差を超えて対等な関係を築ける、話し相手への呼びかけ語として、タクをポジティブな意味で使い始め、 SF ファンの間で流通したことが言及されている。なお、オタクがマスメディアに取り上げられ始めた頃には、太陽族や竹の子族に準じて、オタク族と呼称された、ラジオ番組、ヤングパラダイスより、オタク族の実態など。また、初期のコミックマーケットが開催されたオオタク、産業会館、PIO が語源なのではないかという俗説があるが、ダジャレでしかない。 大塚英治は、オタクとオタクの違いについて、著書で以下のように述べている。また、オタクに含まれ、オタクには含まれないものについては、以下のように述べている。オタクの語は、そのイメージがある、種の曖昧性を含むこともあり、軍事、兵器オタク、ミリオタパソコンオタク、鉄オタ、鉄オタ、鉄ちゃん、鉄子、鉄、アイドルオタク、ハロー、プロジェクトオタ、AKB48 オタ、 ジャニジャニオタその他オタクオタという風に、特定の対象、分野の愛好者、ファンを指すことして使われる。また、気持ち悪いオタクの略で、肝オタと称されることもある。野村総合研究所の調べでは、マニア消費者層、いわゆる、オタク層の2004年の市場規模は、主要12分野で、延べ172万人、金額にして、約4、110億円に上り、 お宅に共通する行動特性を抽出したところ、共感欲求、収集欲求、展示欲求、自立欲求、創作欲求、貴族欲求の6つの欲求にまとめられるという。近年では、燃え起こしなど、地域振興に役立てる例も各地で見られる。またそれに便乗した異業種からの参入も見受けられる。それらには消費者層としてのオタクの購買意欲を、 刺激するものから安易な便乗商法まで玉石混行である。オタクは時代に合わせて変遷してきた。時代的変異についてであるが、ここではオタク文化についての世代について述べる。時代の変化に合わせてオタクも変化してきた。1960年代生まれを第一世代とし、1970年代生まれを第二世代、1980年代生まれを 第三世代とする、あずまひろきのいった分類が、現在の議論で広く用いられいる。ここでは、個人の違いは遮掌し、世代ごとの傾向を外観する。オタクのありさまに関しては、日本でも地方によって、専門店の有無、関連媒体の流通量やコミュニティによって、若干の地域性が見いだせる。この中には21世紀に入って、 急速に各県庁所在地を中心にオタク向け専門のチェーン店が進出するなど一様化も進むがそれでもコミックマーケットなど大都市圏に集中しがちな大規模な催しもイベントや地域によってアニメ放送本数の格差もあり2000年代以降でも依然として東京都心周辺政令指定都市及び首都圏近畿地方中京圏福岡 北九州都市圏、県庁所在、その他の市、町、村においてオタクの地域格差も見られる。口実するように、特定の地域に、それら文化発信拠点が集中して発展する様子も見られる。海外では1990年代中後半より、一種の尊敬の意味を込めてオタク、オタクが使われていた。アニメ、アニメをはじめとする。 日本初のポピュラーカルチャー愛好者を指す名称であり、好んで、自らを、オタクと称する者も,も存在した。中華人民共和国でもオタク、オタク族は、日本と同様にゲームやインターネットなどといった屋内で遊べる娯楽に没頭、あるいはサブカルチャーなど、特定の分野に詳しい人を指す言葉として、定着しいる。そのイメージから、 一般的な人々と比べると外出頻度の少ない人を指すこともある。現代では日本のコスプレ文化やアニメ、漫画に触れることが容易になっており、若年層を中心にサブカルチャーに興味を持つ人が増え、中国独自の文化も育ってきている。中華民国、台湾では映画、電車男の上映以来、オタクの中国語表記として、アタックやタク人、 宅男などの言葉が見られるようになった。メディアによって誇張されたそのイメージから、本来の意味とは別に、外出頻度の少ない人の意味として使用されることも、ある。なお、日本のポップカルチャー全般を熱心に愛好する、日本オタクはハーリー族と呼ばれる。オタク文化に対する受け止め方は、日本及び中国語圏と、それ以外の国においてはいくつかの点で異なる。 その一つが、欧米で古くから、盛んに行われている、ファン大会、コンベンションという活動で、その年齢層も幅広い。アニメコンベンションにおいては、ファンコサインやリーナドメント、私的事実再現と呼ばれるコスプレが行われる。SF やファンタジー映画の公開に観客がコスプレをしてくることが、一般的でるように、ファン大会会期中。 会場外でもコスプレを行うことが許されており、会場となる地域の市民もそれをイベント的なものとして受け止めている。コスプレ自体は日本でもファン活動として一般的だが、日本では会場外でコスプレ衣装のまま行動するのは禁忌という暗黙のルールが存在する。軍装や警察官のスタイルをする者も,もおり、これが軽犯罪法。 1> 第1条第15項に定触するためである。ただし、欧米においても、ファン、二次創作のイラストや漫画、小説、漫画アニメ作品の翻訳といった形で活動が行われることはあるが、日本の導入誌即売会などに見受けられる、商業的な行為との結びつきはほとんど見受けられない、寄付を求めることはある。むしろ、採算を度外視して、純粋に活動を楽しみ、ファン大会では、 交友や、情報交換を楽しむといい。った傾向が強い英語、米語では、日本でのオタクに近い意味を表すためには、ナードという言葉で表現され、パソコンオタクや電子工作オタクを指す場では、ギークが言おられる。また、ウィザードウィザードの略語である、ウィズウィズを単語の後につけ、コンピューター・ウィズなどと使う表現もある。しかしこれは、 魔法使いという意味も含むため宗教的問題から近年はあまり用いられることはない。また、日本のアダルトゲーム、エロゲを由来としてオタクのことを日本語の意味を知らずに変態と呼ぶアメリカ人もいる。オタクの文化、消費行動に特化した業態が集中する地域や、またはその地域に関連して発生した事情など、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。